T シャルといちごちゃんでございます。さあ今日はですね、ちょっと重大なことが起きましたね。昨日の夜7時から8時の間にですね、ポンとこう情報がね出てきました。なんと日本でワンちゃん2匹がですね、新型のコロナの陽性が出てしまったということでございますね。ついにですね、ワンちゃんにも新型コロナの影響が出始めてしまったという状況でございますね。以前数ヶ月前ですかね、香港でワンちゃん感染しましたってちょっとお話をねさせてもらいましたけど、今回は日本で、国内で起きてしまったということで、これペット会社のアリコムさんがね公表されたそうです。一応今私が見ている記事ですね、日経新聞なんですけど、これ、まあ、ネットで公開されてるやつですね。これちょっと読み上げます、はい、新型コロナウイルスに感染した飼い主から預かった犬2匹が PCR 検査の結果陽性だったと3日、ペット保険アニコムホールディングスが公表した。国内でペットの陽性が、確認されたのは初めてと。同社は新型コロナウイルスに感染した2世帯から7月下旬それぞれ1匹ずつは預かったと。2匹は今月3月まで複数回実施し PCR 検査で陽性となったと。2匹とも健康状態に異常はなく、1匹はすでに陰性と変わっている。他のペットや従業員も検査したがいずれも陰性で体調不良も見られない。同社は2匹を隔離し世話を続けている。同社は感染者のペットを無償で預かる事業を4月から行っており、これまでに犬や猫、ウサギの計42匹を預かったと。同社によると飼い主のウイルスが一時的に口に入り込み反応した可能性も否定できないというから、感染とまでは確定できない。抗体検査の結果を待つ必要があるという。ペットへの感染は香港や米国、ベルギーなどで確認され、多くの軽症人間から感染したと見られている。中国ではペットから人に感染するとの噂が感染し拡散し、犬や猫の飼育放棄が相次いだとの報告もあると。環境省動物愛護管理室の担当者はペットを感染源とする証拠はこれまでの事例にはなく、冷静な対応が重要、まずは飼い主が感染予防に努め、ペットとの過度な接触は避けてと呼びかけているということでございます。はい、はい、ということですね。このアミニコムさんがこういうね、まあ今回コロナの陽性でしたよと、ワンちゃんにかかってましたよっていう形でね、公表されましたけれども、以前にもね、私ワンちゃんに対して、まあ、どういうふうに対応すべきかっていうお話をさせていただいたんですけれども、まあ、感染経路全然わかりませんので、わかんないので、やはりね外に出たりとかした時、帰ってきたらですね、しっかりとワンちゃん拭いてあげてください、ね。非常にこれは重要です、まあ、濡れタオルと用意してもらってね、特にワンちゃんなんていうのは地面にお花をつけやすいし、こういったね飾り毛、胴回りですね、毛が多い部分ね、こういったところとか、こういう足のこういったね飾り毛ありますね、ここね、こういったところが地面にずれてですね、菌を持ち帰ってきてしまうっていう可能性がやっぱり十分あったりしますから、しっかりと拭いてあげるということが大事ですね。まあ、こんな風にブブブブとしっかり拭いてあげて、手足もしっかり拭いてあげると、ね、という形をちょっと取ってください。あとはご自分のワンちゃんの体体型を見ましてね、尻尾だとか、まあ、長いとかね、他にも私が今申し上げた部分でね、毛が長い部分、皆さんご自分のワンちゃんでね、個性があると思いますので、そういったワンちゃんに対してはしっかりそういった部分拭き取ってもらって、それから、まあ、家の中、部屋の中に、放してあげるという形を取ってください、ね。このままね、拭かずにそのまま家で、ちょっとこう拭いただけで終わってしまって、まあ、万が一コロナウイルス体に付着して持って帰ってきて、それが部屋の中にパーッとこう
舞い上がってしまったら、もうそれは人間が吸ってしまって感染なんてね、全然あったりもしますので、まあ、こういうね、ワンちゃん、対して確認ができましたという報道があるっていうことは少なからずね、これからワンちゃんに対してもしっかりと綺麗にね、散歩した後でございましょうか。手入れをちゃんとね、行っていただければなと思いますのでね、よろしくお願いしたいなと思います。はい、では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。